おう、キリトじゃねえか。ちょうどいいところに来たな。おい、待て待て、悪い話じゃねえって。いい装備品が入荷してるんだよ。それも訳ありで格安ときた。そうこなくっちゃ。装備品ってのはこの服だ。それがな、この服ペアルックなんだ。ああ、しかも男女ペアで身につけないと本来の性能を発揮できないらしい。そう思うだろう。この女性の少ない SAO でこの服を男女ペアで着用できるようなやつは、そりゃもう大変な過保護者ってことだ。キリト、お前せっかくこの服を有効活用できる境遇にあるんだ、ありがたくもらっとけよ。安くしとくぜ。ああ、そういえばログハウスの内装は気に入ってもらえたか。そうだろう、出血大サービスだったからな。俺とおめえの仲だ、恩なんて感じなくていいんだからよ。私にプレゼント？キリト君がこんなものをプレゼントしてくれるなんて、うん、ありがとう。ペアルックの服をもらったということで、早速2人でこの服を着てデートに行きましょう。決まってるじゃない。じゃあすぐに着替えるからちょっと待っててね。お待たせーって。
キリト君まだ来ていないの？なんて恥ずかしいよね。ごめんね、一人喜んじゃって。大丈夫だよ、キリト君。無理しなくても。キリト君、もう。はじめからそう言いなさい。あれってもしかして。閃光のアスナと黒の剣士だよね。結婚したって話はあったけど、あんなにラブラブなんだ。そのサンドイッチもう一つ食べる？でもなんかここで食べても味とかよくわかんないね。私たち目立ちすぎだね。私もちょっと恥ずかしいかな。でも新鮮だね。こんなデートを SAO でするなんて思わなかったな。見せつけてくれるよね。さすが夫婦。くそ、爆発しろこのリア充どもめ。いや、リアルじゃないけどよ。ソース口元についてたから。嘘だよ、食べかすなんかつくわけないでしょ。
いやー、キリト、いいところに来た。ちょうど今、新しいイベントの情報が入ってきたところだぜ。すっごく変なイベントなんだよ。二人一組で NPC に将来のことを占ってもらうだけでアイテムがもらえるんだって。しかもその相性によってもらえるアイテムの種類が違うらしいの。相性のいいカップルにはすごくレアなアイテムが出るって話です。ぜひパパとママも行ってみてください。必ずレアアイテムが出るはずです。キリト君、なんかハードル上げられちゃってるけど、どうする？行ってみる？どうせ君のことだからレアアイテムには興味津々なんでしょ。場所は中央広場の裏手でいいんだよね。そうです。じゃあキリト君、行ってみよう。あれが噂の占い師ね。すみません、私たちの将来のことを占ってほしいんですけど。いいですよ。なかなか変わった運勢をお持ちのようですね。しかし明るい未来というわけではなく、善と多難なようです。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。明るい未来を切り開けますように。なんかあんまりいい占い結果じゃなかったけど、これは？それって初めの頃キリト君も使ってたよね。これレアアイテムとは言えないよね。なんだか地味にショック。アニールブレードか。キリトとアスナの相性が良くないってこともないと思うけど。じゃあ今度は私が行ってみる。リアルに妹なんだから相性は抜群なはずだよね。相性ってそういうことじゃないような。すみません、将来のことを占ってほしいんですけど。確かな未来を感じます。しかし望まなければ叶うこともないでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。確かな幸福を手にできますように。ねえ聞いた、お兄ちゃん、望めば叶うんだって。しかも確かな未来だって。ねえお兄ちゃんってば。
私は占い師に話しかける前から相性の良さをアピールしておかなきゃいけないんだと思います。なるほどね。それでどうやってアピールするのよ。なんですけど、アスナさん、キリトさんをお借りします。これは期待できますね。光り輝く未来が見えました。たやすい道のりではありませんが、必ずや乗り越えることができるでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。輝く未来が訪れますように。なるほどなるほど、イチャイチャするのが重要か。じゃあ私リベンジしてもいいかな。すればいいってことだよね。私ももう一度挑戦する。今のままじゃ負けっぱなしみたいで嫌だし。
俺もお供させてもらうぜ。どのくらいのイチャイチャでレアアイテムが出るか見定めねえとな。それでは皆さんで行きましょう。じゃあキリト君、後ろから抱きついてみて。やって。じゃあ、将来のことを占ってほしいんですが。もう告げるべきことはありませんよ。最善と思うことを行ってください。そんな。じゃあ俺と試してみるってのはどうだ。違う違う、お前じゃない、女子だ女子。ごめんなさい、私なんだか疲れちゃって。私も。おい、俺すごく傷ついてるからな。それあれ、みんなこんなところで何してるの。実はですね、面白そう、私も入れて入れて。まあまあ、ここは順番で私に行かせてもらうわよ。うん、どんな風にイチャイチャするの。そうね、あ、そうだ、ちょっと待ってて。まあ無茶はしないから安心しなさい。お待たせ。そうだよ、じゃあこれをキリトに食べさせてみて。あーんってやってみるの。あー、そういうことか。これぐらいならまあいいわよね。しいんだけど。これはとても珍しい運勢ですね。珍しい道がゆえに人との助け合いが大切になってくるでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。幸多き人生でありますように。これって金属素材？
価値は高くないかな。そんなに珍しくもないし、嬉しいけどさほどじゃないって感じ。なかなかこれってものが出ないね。いや、出たら出たで複雑なんだけど。じゃあ今度は私がやってみますね。私をお姫様抱っこしてください。もっとギュッとしてください。変わった運勢ですね。何か大きく立ちはだかる障害があります。それを乗り越えれば永遠の絆が築かれることでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。実り多い生涯が送れますように。これは回廊結晶ですね。じゃないと説明がつかないもんね。じゃあ次はシノン。あらかじめ断っておくけど、イチャイチャとかそういうのはいらないから。くらい繋ぐのは問題ないわよ。将来のことを占ってほしいんだけど。さまざまなことが心の持ちようで変わっていくようです。しかし逆に気持ち次第で悪い方に転がる可能性もあるということで、そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。光さす未来を迎えられますように。でもそれ、こないだ NPC 武器屋の棚で見かけたわね。みんなと同じで、さほどでもない感じ。じゃあ、最後は私ね。イチャイチャだよね。任せて、キリト。あとはキスかな。
ダメに決まってるでしょ。じゃあ抱きつくだけにする。まあそれくらいなら。でも今回だけ、今回だけだからね。じゃあキリト、ぎゅー。キリト、もうちょっとこっちに来てよ。よし、将来のことを占って。不思議な運勢をお持ちです。暗雲が漂う未来が見えます。善と多難なようですね。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。明るい未来を切り開けますように。これは。アスナと同じだったら結婚できるくらいの相性ってこと？なんでやろうとって。まあいいか。これでレアアイテムが出りゃ、それはそれで笑い話にもなるしな。しかしこんだけ女子がいて、おめえととはな。イチャイチャする必要はねえんだよな。これはすごいです。向かうところ敵なし、望めばすべて叶うでしょう。そんなあなた方にこれをお受け取りください。これは。驚きだな。だな。ちょっとつまんねえ結果だが、謎は解決したってことだ。キリトさん、クラインさんと。仲がいいとは思ってたけどね。ランダムよ。そうよね。
そっかな。キリトとクラインは相性抜群なんじゃない？おい、誤解受けるようなこと言うなって。俺様はそういう趣味はねえからな。冗談でも男同士でこのイベントはやるなって周りに伝えておかねえとな。